皆さんに、笑顔と勇気をお届けする、天使精霊、バーチャルeゲーマーです。なんか割と終わりが見えてきた、戦前絵はがき紹介シリーズ。終わらないと片付けられないので、このまま最後まで突っ走るぞ。83枚目。河合橋の藤。田んぼの中にかかる素朴な橋梁と、その向こうに大きく映る富士山ですね。一応、同名の橋梁は、現在の静岡県富士市、吉原駅北の沼川にかかっており。建物で隠れて見えませんが、富士山の見え方も似ているようです。ただ、ウェブサイト土木学会附属土木図書館様によると、河合橋は、富士宮にいくつかあるようで。いまいち決め手にかけます。どうなんですかね？と思ってググってみたら、同じような構図で、鈴川河合橋と題された絵はがきが見つかり。こちらの橋の南側が、鈴川という地名らしいので、どうも、ここのことと見て良さそうな雰囲気です。同じ地点から撮影された絵はがきが、かなりの種類、確認できるため。かつては、相当名の知れた富士山、ビュースポットだったことが伺えますね。なお現在は、建物に阻まれほぼ見えません。時の流れを、感じますね。84枚目。富士山。富士山です。富士五湖のどこかからでしょうか？85枚目。富士山。山中湖のあたりからでしょうか？これはわかりやすいですね。86。富士山。必要です。これも別の富士五湖でしょうか。87、富士山。88。箱根強羅園。温泉リゾート地として知られる、箱根強羅に存在する、現在の、強羅公園ですね。開園は大正3年、開園当初の姿を残す、貴重な公園だそうで。国の登録記念物でもあるそうです。嬉しいですね。89。総州箱根、山崎の古戦場。時は戊辰戦争の動乱渦巻く慶応4年。小田原藩は、幕府方を箱根で迎え撃ち。衝突した両陣営が、ガッツンガッツンやり合った土地が、ここ山崎というわけですね。なお現在の当地は、峠越えの国道がひしめく、交通の要衝です。賑やかそうですね。90。箱根塔の沢、渓谷の新鉄橋。現在の箱根登山鉄道でしょうか。見事な下路式トラスと、隧道が見えます。もっさりしていて隧道は見えませんが、多分ここです。トラスがそのまま残っていますね。91。総州、箱根町全景。芦ノ湖の周辺でしょうか。わらぶき屋根が時代を感じさせますね。92。箱根、白糸の滝。白糸の滝というと、富士山麓のものが有名ですが、箱根にもあるようです。ただ Google の口コミでは、気軽に行くと滑落遭難する、と書かれており、壮絶そうな場所ですね。93枚目。箱根宮城の清流。箱根宮城のっていう地名があるようですが、ここのことでいいんですかね？奥に見えるトラス橋がいい感じです。ポニートラスかな。かわいいね。94枚目。総州、箱根関所跡。芦ノ湖畔に存在した、箱根の関所跡ですね。昔から変わらない観光スポットです。95枚目。総州箱根、芦ノ湖及び箱根町全景。96枚目。箱根、強羅公園。97枚目。箱根湯本、早雲寺。箱根湯本に存在する臨済宗の寺院だそうです。ストリートビューで確認してみたら、総門ができたてで、今もいい感じに賑わっているようですね。といったあたりで、100枚目が目前、次回は果たして、どのような景色と相まみえるのか？ストリーマーやってます。バーチャルeゲーマーでした。さよならー。